はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、昨日あげたですね、動画も規制が入りまして、めげますね。まあでもね、変わらずですね、ちょっと発信は続けていきたいと思います。今回ですね、その規制がですね、急に厳しくなったのがですね、まあ皆さんももうご存知かと思うんですけれども、ナッチビルボンバーのことからなんですよね。ちょっと隠語をね、使わせていただきますが、まあそのですね、件をですね、扱い始めてから急にですね、その規制が厳しくなったところを見ると、多分そこら辺に関するフィルターっていうのがかなり強化されてるんじゃないかなというような感じです。ね、なので、まあちょっとね、隠語も使いつつお話ししていきたいと思うんですけれども、今回のですね、このナッチビルボンバーの件はですね、昨日の、僕の動画の方ではなんかミサイルのですね、その疑惑があったよみたいなね、話をしたんですけれども、まあ、なんか一応その、まあ、真犯人というかですね、犯人が特定できたというところでですね、まあ、出てきましたと。まあ、その方がですね、アンソニー W さんという方なんですけれども、一応もうね、写真とかも公開されてたりとかするんですが、まあ、ロン毛の、まあ、セミロングのおっちゃんですね。まあ、この人がやったとされています。まあ、このですね、一応、この、おっちゃんのことをですね、公表しているのが、その FBI がですね、その犯人として、特定したっていうことで公表しているところで、まあ、ちょっとですね、その FBI が、まあ、こういう風に発表してるっていうところから、まあ、若干信用できないかなとは思ってるんで、まあ、ちょっと真相はですね、若干意味深な感じかなと思っています。どういうことかっていうとですね、この、まあ、63歳の方なんですけれども、このアンソニー W さんはですね、まあ、この方が、一応ですね、事件、まあ、今回の事件の1ヶ月前にですね、自宅をですね、まあ、どっかに譲渡してたというような発表もあったりとか、まあ、何かしらのこう動きがあったりとかしたのかなと思います。で、例のですね、被害を受けた通信会社はですね、例の不正集計マシンとも繋がってたっていうことが分かってきたりとかしていて、まあ、今回のですね、選挙の問題というかですね、そういったところにもかなり直結してくるような状況、ものなのかなと思っています。まあ一部の界隈ではですね、大方のその意見としては、まあ1月6日のですね、そのデモとかを阻止するための、策語としてやられたんじゃないかと。僕も結構その路線はですね、全然あると思うんですけれども、このですね、今回のこの出てきた犯人、真犯人とされている人はですね、僕は結構仕立て上げられたその犯人なんじゃないかなと思っていたりとかします。なんでかっていうとですね、このアンソニーさんがですね、こう、なぜ犯人かって分かったかっていうと、まあそのですね、事件現場の瓦礫の、中からですね、まあこう、まあ肉片というかそういったものが見つかったと。で、それで、まあ、DNA 鑑定をしたところ、このアンソニーさんということが分かったらしいんですけれども、ただそれだけで、なかなかですね、犯人と断定はできないなというところであるかなと思っています。ただですね、このアンソニーさんがですね、爆発物取り扱いの、まあ、資格とかそういったものは持ってたっていうところからですね、まあ、そういったところは関連してくるんですけれども、仕立て上げるとすればね、まあ、こう、なんていうのかな。まあ、そういったですね、資格を持っていた方が信憑性高く見えるかなとも思いますんで、まあ、そういった部分かなと思っています。このアンソニーさんは真犯人ではないんじゃないかなと僕は思っていますね。で、まあ、実際のところ、まあ、その、昨日のね、一応ミサイルの話があったと思うんですけれども、まあ、そのミサイルかどうか、それが本当かどうかっていうのはぶっちゃけわかりません。わかんないけども、ただ、まあ明らかにタイミングだったりとか、まあそのクリスマス当日っていうですね、まあそのアメリカ人の方にとってとてもね、重要な日とかに、まあそういったことが起きたっていうことから結構なですね、メッセージ性はあるかなと考えています。でですね、このワーナーさんは、なんて言うんですかね、5G、今、日本でも、まあ、1年ぐらいかけてですね、その 5G が、まあ、こう、完全実装というかですね、そういったところに向けて今動いてたりとかすると思うし、一応ですね、その海外では1年以上前から、日本で始まる1年以上前からですね、その 5G がスタートしていたりとかするんですけれども、知ってる方は多いかと思うんですけれども、その 5G と、そのワクチンっていうものがですね、ある種セットになってるっていうね、話があると思うんですよ。まあ、この辺はまた違う動画で話していこうと思いますが、まあ、結構やばいんですよね。おそらくこのワーナーさんもですね、そういったところをですね、まあよく知っていた方なのかなとも思うし、あとはですね、まあエイリアン信者じゃないですけどね、そういったものの存在を信じていたとも、報じられていて、まあその犯人プロフィールみたいな感じですかね。まあそういったイカレ野郎みたいなね、感じでこう報道されてたりとかするんですけれども、まあなんかこのタイミングでですね、こう、なんて言うんでしょうね、FBI がですね、そういった人をですね、まあ捕まえたというか、まあ特定して、そういった情報を公開するのっていうのは結構、まあ意味深というかですね、まあ僕もですね、よく話してはいるんですけれども、世界緊急放送っていう内容があったりとかすると、わからない方はですね、過去の動画遡っていただけると結構いろんな話してるので、ぜひぜひ見てみてください。で、そこで言われているのがですね、今ですね、その数百年にわたって続いたですね、そのディープステート、闇の政府と戦いっていうものがあってですね、そこのまあこう、光の側というかですね、光の勢力側が、まあその今のですね、タイガー大統領だったりとかすると。で、今ですね、宇宙人とかもですね、関わってきていたりとかするという話があったりとかして、その、まあ、よく言うですね、まあ、世界貴族じゃないですけども、世界を支配している約 1% の人間によってですね、今の人類のほとんどがこう支配されているっていう話があるんですけれども、そういったものを作っているのが、レプテリアンという存在だったりとかすると。で、そこに対して、まあ、対抗するべくですね、いろんな、こう、まあ、宇宙人とかがですね、人間にですね、地球人に、こう、知恵を貸してくれて、まあ、その、まあ、表舞台に立っているのが、タイガー大統領っていう話があったりとか、まあ、エイリアンっていうものがですね、こう、人類に接触はもうすでにしていると、そしてその中に紛れ込んでいるというですね、まあ、内容の話だったりとか、そういった人たちが、まあ、そういった地球外のね、人たちが、こう、協力してくれているよって話があったりとかするんですけれども、まあ、あながちですね、結構ね、嘘じゃない気もするというかですね、まあ、合致してくるポイントとかもあったりとかするんですよね。まあ、実際ね、アメリカの方ではもうすでにね、何年か前に UFO のですね、動画も3つ正式なものとして公開されてたりとか、日本でなぜね、騒がれてないのかとか、ちょっと若干ね、疑問なところではあるんですけれども、その UFO の存在をですね、まあ、肯定しているということは、まあ、一方で、その宇宙人っていうものも、肯定されてたりとかするのかなと思うんですけれども、まあ、そういったところもですね、まあ、今後、本当にですね、もしかしたら公開されるようになるのかもしれないですよね。まあ、FBI とかそういったところがですね、まあ、そういったですね、ちょっと、なんていうんですかね、情報操作じゃないですけど、そういったソースを、まあ、流そうとしているんじゃないかなと思います。このアンソニーさんの死を通じて、そういった、まあ、異形の存在じゃないですけど、そういったものがないよというふうに言おうとしてんのかなっていうところもあったりとかして、まあ、これはちょっと今のね、その大統領選の政治的な話の部分からちょっとね、外れてしまう話かもしれないんですけれども、ただ、結構今ね、その正式に出てきている、こう、内容とかを見るに、そういったものもですね、徐々に信憑性を帯びてきているかなと僕は感じています。で、おまけにですね、この、まあ、発火というかですね、ボンバーの当日なんですけれども、別の場所でですね、ニューヨーク市ですね、ニューヨークでですね、投票用紙をですね、印刷した会社っていうのが火災になったと。はい。しかもとんでもない燃え方してるんですよね。これもですね、まあ、同日に行われてるっていうところからも、結構意味深なことかなと感じています。まあ、よくですね、まあ、ディープステートの最後のあがき、まあ、こう、断末魔というね、話があったりとかするんですけれども、結構、まあ、本当にそうなのかもしれないなというところまで来ましたよという感じですね。はい。まあ、なんでまあ、こう今ですね、いろんなその界隈で言われていることを、まあ、こうまとめると、まあ、基本的にはタイガー大統領はもうすでに勝っていると。で、まあ今のはですね、さっき言ったように、今現在起こってるのはディープステート側の最後のあがきで、まあこれでまあもうそろそろ収束するようじゃないですけど、いい方向に世界は向かっているよという話があったりとかします。まあ実際ね、いい方向には向かってるとは思うんですよ。今回ですね、アリゾナ州のですね、下院議員の方と、まあ共和党のですね、議長の方がですね、1月6日に、タイガー大統領と一緒に戦うぜというふうにですね、まあ罵しを上げるというか、声を上げてたりとかもするっていうところから、見方はですね、どんどん増えてるんですよね。だからまあこういったところからですね、もう本当に選挙区っていうのは完全に傾いてはいると思います。ただ、まあ、僕らがですね、今取れる情報っていうのがですね、まあ、基本的にはその公に開示されているようなね、情報だったりとかそういったものに偏ってくるかなと思うので、ちょっとですね、まあ、今後ですね、そういった信憑性じゃないですけど、本当のことがですね、こう分かるような、まあ、情報というかですね、そういったものはですね、まあ結局多分タイガー大統領が完全に勝ち切ってから流されるのかなと思うので、まあそこまではですね、ちょっとまあ辛抱というか、見る形になるかなと思いますね。まあ他にもですね、まあ例のシドニーさんがね、用意した270ページにですね、及ぶレポートをですね、まあ発表しているっていうところで、証拠がですね、大統領で発動を求めてるっていうようなですね、ことも言ってたりとか、まあもうそんだけのですね、完全な証拠っていうものが揃ってるよという話なんでしょうね。で、今現在ね、連邦議会とかそういったところがですね、まあ勇気を示さないというかですね、まあ、チキンになってるというか、まあ、腰抜け状態になっていたりとかするという感じ。まあ、それはまあ、わかるんですけどね、まあ、もし、これで JB 側になってしまったらですね、その結果、決断をですね、下した自分たちが、まあ、どうなっていくのかとか、あとはまあ、既得権益とかね、そういったものとかにも響いてくる問題だと思うので、まあ、そういったところで首根っこ掴まれているような方とかも多いのかなと思います。まあまあ、ちょっとですね、まとまらなくなってはしまいましたが、まあ、今回のですね、これらの件を見るに、確実にですね、いい方向には向かっているかなと思っています。で、まあ今ですね、そのさっきも冒頭で言ったように、腰痛がですね、めちゃめちゃ検閲厳しくなってるっていうところと、結構ね、今回のこのね、ナッチュビルボンバーをですね、めちゃめちゃ隠そうとしてる感がすごくあるんですよね。なんかまあ、時間経つと、こう、規制が解放されたりとかしてたりとかするんですけれども、まあ他のですね、YouTuber さんとかも、まあ動画消されたりとかね、まあ最悪動画消されたりとか、あとはまあ、規制かかったりとかもね、してるんじゃないですかね。まあ、ある特定のワードを使うとね、そういったフィルターに引っかかってるのかなと思いますので、まあまあ、ちょっと隠語などもですね、今後、いろんな方も増えてくるかなとは思いますが、このままですね、発信は続けていきたいと思います。まあね、もうちょっとで、年明けだったりとか、まあこういった戦いとかもですね、残り1ヶ月ぐらいで、まあ決着はつくのかなと思っています。なんでですね、また新しい動向などありましたら、僕の方からも発信していきたいと思います。まあ、事態はですね、いい方向に向かっていると思いますので、ちょっとね、心配になるようなところも多いかなとは思うんですけれども、またぜひ情報を楽しみにしていてください。で、今ですね、この腰痛が、検閲がバカクソ厳しくなってきてるっていうところで、チャンネルのね、アカウントのバーンとかも考えられますので、まあ、その際にですね、また新しい、情報発信源として、発信できるようにですね、Twitter とパーラー、あとはですね、オフィシャル LINE と、あとはセカンドチャンネルの、方をですね、開設してあります。で、そちらのですね、URLを概要欄の方に貼り付けておきますので、そちらの方からフォローと追加、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではですね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。